しました。よし、そうだ、あれだ、オーディオの設定をあれしないとおかしなことになる。なんないか、撮ってるから大丈夫か。ちょっと前回今回はヘッシャープ1あれだったから、手元に置いとかないと。さあ、というわけで始まりました。始まりました。まさかの第2回じゃないや、シャープいくつかもう分かんないけどとりあえずね、前回やっと1面をクリアしたってことで、はい、今日2面からやっていきましょう、ね、お願いします。はい、服装がね変わってるんで、そうシャープ10いくつまで変わんないっていうね。多分13ぐらいじゃない。あ、そうだね、多分そのぐらいだね。今が13ぐらいで、よし、じゃあそういうわけで今日は先にちゃんとねヘッドホンするから。そうヘッドホンをね、うん、まだ大丈夫です。スタート。ヘッドホン、ヘッホン、ヘッホン、よしやったるぜ今日も。でもね、だいぶ慣れたから、そうだね、そんなミスしないんじゃねえかなって気するよ、さすがに。ちょ、私もちょっと動画見直して、うん、だいぶやらかしんごしてたから、うん、ガバガバなんだよな。ガバガバなのでちょっとうん、ちゃんとジャッジします。全然厳しめでやってるやつ、はい、多分ね結構余裕な気する、うん、今回は面も短いし、うん、じゃあ早速今日もスターティングスタート。あー、ちょうど映ってたよってもうちょっとこの辺にね出さないと。あ、OK、よし、やったぜ。やっていきましょう。あー、また始まった。カタカナ言ったらダメなんだよね。そうです、そうです、うん、ちょっと危ない、今忘れそうになった、うん、さっき大丈夫って言った大丈夫って言ったけどちょっと怪しかった、うん、もうなんかテンション上がっちゃって。そうだね、今日はねちょっと仕事がいいだからね。そうだね、ちょっとなかなかお疲れ気味なんで、うん、あれですけど、まあ頑張っていきます。そう、声張ってね。イエス、頑張って。ああダメだ、これダメだ、もう完全に気が緩んでる。全然ダメ、やばいかも。何が2面すぐクリアできるんだよ。お前タイトルにすらまだ言ってねえじゃん。あかん、これダメだね、やばい。ちょっとさっきってか俺普通にさ、うん、自分で思ったけどさ、もう普通にテンションとかさ、うん、結構いってる、もうすでにいってるんだよな、もう、うん、いやなかなかやばいな。やばいっすよ、採石悪いな。ちょっとだ、ちょっとね、私はね、うん、その審査基準がね、なんかよく使う外来語をね、うん、やっぱね、あ、見落としがち、見落としがち。ああ、まあ確かに、もう俺も通っちゃうフィルター。そうだ、君はいいよみたいな。でもまあ、でもそれをなんか、なんだろう、それを見逃したからといってまたミスするから、ぶっちゃけ言っちゃうのだから、あんまり関係ないっていうね。ゴリゴリの外人来るから、うん、その後本当に結構、ね、コメント欄でもう言ってるやん、もう言ってるやんみたいな。あったもん、割と。さあ、よし、というわけで気を取り直して、気を取り直してやっていきましょう。本日も今のね、なんか始球式みたいな感じですよね。いや、まあね、うん、今日から2面スタートだから、うん、そうだね、昨日からじゃなくて、うん、そう、今日から2面スタートだから、はい。というわけで早速やっていきましょう。スターティン、よし、ちょっと引き締めていかないと。そうだね、やばいから。ゆうさん結構あれだよね、オウム返しする癖があるからさ。そうなんだよね。そう、なんかもう口癖みたいになっちゃってるから、割とさっきみたいなやつって。口癖はね、ソイソースですよ。おう。よく分かんなかった、単純に。これ知ってる人は知ってるかもしれない。口癖はソイソース、うん、ここの画面長いのちょっと嫌だな。そうだね、このさっさと行かないと、ちょっと変なこと喋っちゃいそうだから。そう、これ何もないからこそ、うん、間をつなぐために喋って、うん、そうそうそう、自爆しがちっていう。よし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 。じゃあ、前回新規開拓やったから、うん、この記録が残ってる。そう、記録が残ってる。こっちだったっけな、どっちだっけ、こっちか。ちょ、ここ大事なとこ。あ、これだ、よし、お、終了。よし、ちなみに今ユージのヘッドホンから音声は聞こえてる、うん、聞こえてる、めっちゃ聞こえてる。あ、よし、いい感じ。じゃあ2面から。そうだね、イージーの2面から。イエス、おー。もうだ。ああ、ジャッジ厳しいっすね、今。いや、これ「いえ」って止めたかと思ったら、ちょっと「すがい」聞こえちゃった。聞こえちゃったか。聞こえちゃいましたよ、もう。吐息が混じったか、うん、青色吐息。
青色吐息青色吐息は死にかけてるやばいな、ちょっとやばいね、じゃあやばいっすね、あかんよ、うん、またそしてあの、うん、長いタイトルまでのあのあれが本当なんだよ、マジでマジで怖いんだよ、あそこあそこ怖いね、うん、雑談タイムじゃん、完全に雑談タイム、ね、ここがいやいや、ここがってなんか喋るのはいいんだけどさ、その喋ることがないんじゃなくて、喋るのが怖いっていうか、そこだよ。もうなんか、うん、すごい数の、うん、その言葉がこう、うん、ユージの前回にブワーって並んでて、うん、さあどうしようみたいな。いやマジでそれ。別に話すことがないわけじゃないんだけど、そう、その何を口から出すかっていうのがめちゃくちゃ迷うんだよ。さすがにね、うん、行きたいよ、うん、そうだね、さあよしというわけで最初元気よくね、うん、やっていきましょう、うん、本日もよしよし行くぞ、早速スターティン、よっしゃ、しやっぱね最初元気よく、うん、ここは大事だね、うん、上げていかないと、喋、うん、ってくださいさいや、喋るよ、うんうん、そうなんか昔話とかしようかな、これずっと昔話シリーズにする、あの古文とかをずっと読み上げ続けるっていうそしたら、ね、多分論語とかずっと読み上げ続けたらさ絶対カタカナ言わないじゃん、絶対カタカナ言わない、うん、そしたら大丈夫、百人一首を読んでいく、百人一首、うん、そうすればあのとりあえず100パート100までは大丈夫、うんうん、あ確かにそれいいかもな秋の田のみたいな縄文カルタとかならいけるんだけどな、あ、ユージそうだね、群馬出身だから、そういい感じで論語完了と、うん、そう、いや、やっと来た来た来たそうだ、ね、サクサクいこう、うん、ナロリーズの刻む、はい、はい、ああよし、まだ設定は何もできない、剣術でちょっとやばいです。音がでかくて、ハルタの声聞こえない。さすがにちょっと。剣術で。はい。速始めます。よし。やっとゲームが始まった。始まった。今回はね、やっぱ早いね。うん。ただもう無駄話しなかったからね。3回目、4回、4回でここまで来たから、そう、3回か4回でも、はい、やっとゲームがね、できる、うん、You guys totally wrecked my shop! I haven't even named it yet! 店じゃないよ、 You're gonna pay for that! ハードロック中二病としては、中二病としては見過ごせないですね、うん、あ私当たった当たったそうね、やつは当たった、やつは当たった、今日はすげえ早いっすよ、ここまで来れば、ここまで来れば、うん、おお、ダウンロードの速い。さあ、あれ、あれ取りたい、あれ取りたい。よしよしよし。なんかいます。ハルタさん、回復アイテム系。え？うわあ！やったわ。やったね。完全にやったわ、今の。今のはやっちったね。俺も危なかった今あ見過ごしそうだった、見過ごしそうだった、でも今俺があの地雷仕掛けたからあいやなかなかくそでも回復薬って言わないとね、あそうだね、回復薬モンハンみたいね、いやマジこれデビルメイクじゃなくてさ鬼武者だったらよかったのよな鬼武者だったら、鬼武者だったら全然大丈夫なんだけどな、ギルデンスタンでなんかチョンボするぐらいの、そうでもさあまたこの画面に、くっそマジ悔しいな、さっきの完全にもうノリノリで始めるとこだったのに、そうだね、
まあ、でも次はあの、まあ、ムービーは飛ばすか飛ばさないか、まあ、有事次第ということで、ちょこっとなんかでも音楽だけ乗って、はい、あのそれ一番最後の方か。ちょっとまあそうだね、そこは任せますよ、うん、はい、感じでやるか、マジか。さあよし、というわけで、はい、本日もやっていきましょう。やっていきましょう。昨日とか、うん、昨日だね、昨日だね、うん、だいぶいいとこまで行ったんで、うん、3分前の話だけど、ね、本当にちょっとやっていきましょうよ。はい、いけるぜ今回は絶対。はい、スタート。よし、やっぱりね、うん、ちょっと敵倒したいね次は。そうなんだよ、さすがにちょっと、ちょっとまださ、やってる感がね。そう、エアーで素振りしてあの回復薬取っただけっていう、うんうん、あれ取りたいあれ取りたいっつって、そうダンテが一回切って、うん、あれ取りたいって横横行って取った瞬間プチって切れない。本当に。登場人物たちに、ね、はい、名前をつけてきたんですよ。あ、このデビルメイクラインに出てくる。そうそう。やっぱあの言えないからカタカナが。そうだね。言えるように名前をつけてきたんで。はい、主人公がまずダンペイ。おお、うん。タンゲね。そう、うん、ダンペダンペ、お兄ちゃんが、うん、ベージーベージーね。そう、ダンペイとベージー、これでもういけるよ。これベージーは一応 OK にしましょう。じゃあ、あ、ベージーってあれで、あの米のジジイだ。なんだその88歳みたいなやつ。もうなんか、もう上がった上がった。そう、よしよし、ここまでは、コンスタントに行きましょう。余裕だよ、うん、もう余裕だよ。言わないようにしてほしい、なんとか。マジであのその意味不明な口癖何なんだよ。イエスって。いいよみたいな。はい、チリロン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 。まずは主役を取って断定の押してください。いいっすね、いきなり A 効果。危ないから。
ワンチャンダメか。やっぱワンチャンスだからね、あれは。ああ、そういうこと。ちょっとそやろ。いやー、ちょっとワンチャン、まあ、あの犬の意味だったらよかったよ。ああ、いや俺犬の意味で言ったんだけど。絶対違う。いや三面はあのワンちゃんが出てくるからっていう。出てこないっす。いや、ケルベロスだよ三面だって。あ、そういうこと？そう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 。あ、これは失礼ぶっこいたかもしれない俺が。いやもうしゃあない。こういうでもこれぶち切りされたら結局終わりだから。そうだよ。正直言っちゃうと。どんなに弁明、俺の右手にかかってるから。そうそう。どんなに弁明しても事実は変わらない。事実は変わらない。ワンちゃんね。ワンちゃん。ユージはワンちゃんって。ワンちゃんって言った。ああ、じゃあダメだ。それは仕方ない。犬子って呼べばよかった。犬子。犬やろうかな。犬大好きなんだけどね、我々。そうなんだよ、俺もな。でもなんかやってたよね。カモンパピーみたいなこの。あ、そう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 。そういうシーンがあったの。うんうんうん。そう、あれの感じでね、めちゃめちゃ地獄の番犬をバカにするっていうね。めちゃくちゃブチ切れるっていう。ケロベロス。そう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 。よし。さあというわけで、はい、本日もやっていきましょう。やっていきましょう。ちょっと今のはね、疑惑の判定ということで。ちょっと判定に問題ありという感じではあるんですけど、まあでも、もうブチ切りされちゃったんで。そうですね、ブチ切れなんで私は。どうにもできないっていう、僕としては。まあ、一応、ごめんねは言ったんで。んあ、まあね、そう、言ったんでじゃねえよ。言ったからいいですじゃないんだよ。俺犬系彼氏じゃん。犬系彼氏、うるせえな。スターティン。よし。そんなね、なかなか話。無駄話ばっかりしてると。またポケツ掘るから。そう、でもいいとこまで行ったんで、さっきからいいとこまで行ったって、もうほぼ終わったんで。うん、でそこを超えるようにね。うん、今回も余裕よ。うん、さすがに。まあ、2回目のね、ボス戦ということで、うん、今回ちょっとノーミスで、それノーミスというかのノーダメで。えぐない。ちょっと。それはいけそうじゃん。いや、いけそうかな。ただあと見切ってるんでしょ。うん。うん、いや、あの、うん、見切ってるんだけど、うん、それはだから、その、脳みそをしっかりそこに集中して使えればの話。話。今回はちょっと違う。違う。いや、難しい、喋りながら。うん。喋りながら、外国を禁止されながら、うん。相手の動きを見切って。うん、やべえだろ、それ。でやばいよ。頭いくやばい。確かに脳の体操、脳の体操だよ。ゲームスやってね、バカになる的なことをさ、あ、言われたね、昔そういう脳になる。それはちょっとね、さすがに無理よ。話が完全に面白くなるんですよ。なんか戻ったりしか多分できないですね。そうだね。サンズも
カチンカチンってやるのいい点数が上がるまあでもその前におい倒しちゃうあいいよここまではね余裕っすよ余裕やねあれあれ方がねなかなか出てるだいぶちっちゃいな、こっちきた、お兄ちゃんお兄ちゃんベイジーベイジーね米にジジって書いてベイジーあの確かに人間年齢って結構ジジそう、まあ、うん、そう170ぐらいじゃんそんないかねえかわかんない年齢不詳だからね、これあ確かにIt's been nearly a year since we last met. Where does the time go? あるねじゃねえ。そこ地形なだろ。地形だろめちゃくちゃ。いやお茶の水の大手町って近くない？近いけどさ見えねえじゃん。そんなしか見えよしない。ビル群の上でさこうやってやってもさ俺さ、うん、わかんねえもんお茶の水で確かに会うのは1年ぶりだなって言ったら絶対チラチラ見るでしょお茶の水で何言ったのこいつ何言ってんのやべえやつやべえやつでしょお茶の水と秋葉原ぐらいじゃないですかこの距離そうだギリ行けるかも行けるかもしれないお茶の水と秋葉なら確かに保存保存します余裕すぎでしたはい言ってない言ってないと思う結構ガチで見逃してるよこれ大丈夫あと重宝したあ、そうだってあれね一回戻りますだってあれじゃ一回その別の解釈でブチ切りしたからああまあ犬甲の件で犬甲の件で犬甲の件でどうしようこれ終わるいや行っちゃいましょう行っちゃいますはいよし今ね8時20分あちょうどまあちょうど1時間ぐらいやったんじゃないまあでもせっかくだから行けるとこまで行ってみる3面の犬甲をチャレンジしてみればいいんじゃないああそうすっか確かにまあちょっとユージのその、うん、フィジカル次第だけどあ大丈夫ちょっとでも大丈夫なんかでも熱こもってきた熱こもってきた熱こもってきた今だってこれまあ続いてるからね続いてるでしょよしじゃあ行っちゃいましょうかこのままよしこれ初じゃない初だよまたぐのそうよし初の買いまたぎですいよいよこのままあっ難しいのはゲームがさ長くなるっていうさちゃんとさ喋るのも増えてきたから難しさがどんどん比例して違くなってくるかといって喋らないでさ40分ぐらいやってますつまんないそれもそうだよ難しいからねうわーかっこいいベイニーベイニーあっソネソネ、well. ソネが出てきますこれはもうソネでいくこれはもうソネでいきますソネでいく Let him in the groove has revived これはちょっと The great one who once ruled this earth as the medium between the human world isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern.だいぶ頑張ってるやつ。いや、前回の動画見返したからさ。Of course.
He's taking good care of it. Kasuga. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. クズな。よすごい言うさ。星クズか。切り刻んだからいろんなとこ落ちていろんなとこ出てくる。あ、そうなの。分かんないけど、考察が魂が分裂したみたいな。あ、みたいな感じで、そう。人いなくても一時停止するっていう、うん、あれ俺ちょっと投げてくれキラヤマトみたいなこと言うんだよよしスラム66、うん、あ
どうやって切り替えるんだっけ。何に切り替えるんだっけ。あれ左に。まあ、火2だよ。火2、うん、すごい進んでる。すごいね。やばいな、ちょっと怖くなってきた。あ、これでかね。でもこんだけ進んでもさ、うん、まあ、ボールとしたらさ、また3本最初からやりたい。ちゃんと言ってください。いや喋ってるよ。パパッパッかなり調子乗った今のは。すごいね、大進歩じゃないですか。快挙だよ。普通に10分ぐらいやってたよ。やってた。やばいな。ちょっとこっからどうします。どうすっか。 U 字次第ですよ。ちょっとまたあの長いの嫌だな。お腹空いたんだよね普通に。じゃあ今日はでも2面クリアしたし、はい。でもシャープいくつだ。でも結構取れたよね。まあ、それも1週間分は取れたんじゃないですか。1週間分取れたか。まあ来週取るし、どうしようか。もう一回やろう。はい、もう一回やろう。もうだいぶどこまで何するか分かった。はい。